ガチンコで1対1の対決をやります、うん、あーこれは飛んだよ。いやでもめっちゃ飛んだ今。あ今ってちょっと待って、フックフックフック、ドロー来たよ、ドロー来たよ、これ同じぐらいだもん。イエーイ。じゃん、第2バトル、はい、ここは50ヤードです、はい、ベタピン、ベタピン、よし。じゃあこれは、うん、結構私は苦手。そうだねそうだ、もうさ、やる前から私勝てそうみたいな感じ超出てるけど3球ね、さっきと同じ3球で勝負したいと思います、うん、オッケー。じゃあ純ちゃんから行く、また、はい、よし。ピンの位置は結構難しい、ね、ちょっと左目の、うん、あの辺から、うん、第1投、第1投いきます。これいきなりいいんじゃない、ね、いきなりいいんじゃない。ちょっと強かった、よかったね。でも入りが、入り完璧。いやちょっとアドレナリンで、アドレナリン出ちゃった。完璧だったよね、コースといい。コースだね、うん、おギリギリ計測可能。結構いい感じだったのにな。でも完璧だったね。でもね、うん、あれなんかダフってるけど。あ、嘘でしょ、ダフ。え、でもこれさ、だいぶ手前よね。ダフった。ちょっとターフとかじゃない。届かない。計測。計測の。ってことは3メートル50以上だね。はい、まあまあさっきのパターンですよ。第1投は計測不能、第3投で逆転、逆転する。あーこれトップでしょ。止まるよ。嘘、止まんない。出た青木さん計測不能です。気持ちが入りすぎてる。緩めないで。右肩ダメでしょ。右肩飛んじゃうでしょ。あーなんかいい高さ出たけど、手前来たんじゃない。いやえ、ちょっと待って、いけどこ行ってんの。意外に遠そう。どうだ。おーやったー。これ頑張ったらしまって寄せなきゃいけないんだよね。優しめに。これ来た、止まんない。あ、止まったよ。いや、これ近い。どう考えても私より近いわ。心配。どう。おーほらー、やっ近いと思ったもん。いや、縦の距離よりも横の距離の方が短く、長く見えるけどね。よし、これでベタピン対決は嫌だ、嫌だ。取れたんじゃないの。いや、もう今の結構近かったもんな。2メートル30でしょ。うん、本当にベタピンじゃないとだよ。そうだよね、うん、本当ベタピンじゃないと勝てない。さあどうだ。なんだこれ、右に流れたやつじゃんさっきと同じじゃんかよっしゃ、これはリピートしてしまった。なんかクラブ開いちゃうの。当たった瞬間開いちゃったよ、ね、ベロってなったね。なってた。イエーイイエーイイエーイ、踊ってるぞ現地のリアルアプローチはじゅんちゃんの勝利です。 2m30。 いやあれはね、ちょっと近かった。よかった、うん、いやでもなんだろう、もう緊張するねやっぱ最後の1投しかなかったから、ね、そう結構追い詰められてたからね。追い詰められてたからさ、うん、ここはみたいな、嘘でしょみたいな、うん、本領発揮したな。よかったよかった。ゲーム画面にワープします。せーのゴルフクラッシュのニアピンはニアピン対決っていうのがあるんじゃなくて、うん、うちらで戦うじゃん。戦うね。戦った後の同じスコアで上がったらニアピン対決があるの、うん、だからまずゲームをしよう。はい、戦おう。戦う、はい、で今回のニアピンはですね、はい、ボールを買います。スピン利きそうなボールとかいろいろあるんで、うんうん、ちょっとお互いまずボールを選ぼう、うん、トップ画面のこの右から2番目このカートボタンね、はい、下こっちカートボタン押して、はい、で下ボールってやつ、どのボールにする。なんすごい、まず何これ、すごいよ。
風風サイドスピン多め。パワーさん、あ、風の影響 20% 減少。なるほどね。ボールをさらにサイドスピンを加えることができるよ。ショットを 6% 強く打てるよ。でも高いやつが一番いいんじゃないの、キングメーカー。キングメーカー、なんかこのさ、いっぱいさ、ここになんか、なんていうの、ゴム、なんかゴムみたいなのが巻いてあるのもなんか良さそう。確かに。でパワー少ないな。やっぱタイタンにしようかな、私。タイタン、タイタンボール。なんか無難な値段いったね。うん、高くもなく安くもなく。え、なんか暴れそうなんだもん、キングメーカー。ごめん、私今さパッパパッパ見てたけど値段しか見てなかったからさ機能とか全く見てなかった。ちょっと待って、でもこれはさ、これ9個で180だもんさ。あれだ、650種だよ。へー、やっぱじゃあ私高いやつにしよう。オッケー、じゃあ9個買おうか。うん、じゃじゃん。もう私は完全にお金で買うわ。お金買う、うん、解決、お金で解決する。さあ、吉と出るか凶と出るか楽しみ。じゃん、買いました。だって勝ちたいんだもん。そうだよね。てかでもあの今一歩リードしてるからね。あ、そうか、ニアピンに関してはね、はい、で、バトル画面に行きます。よし、最初にボールを変える。最初にボール変えないとね。うん、最初にボール変える。ボール変えます。はい、ボールを交換。私が買ったタイタン、タイタン、タイタン発見。タイタン発見ってこれがなんかスピン量とか変えれるよ。お、なんか変えれるよ。どうすればいいの。もうそろそろ打たないと。そうだよ。あ、ば、もうちょっと真ん中にちょこ怖いから。オッケー、ちょっとボール交換。オッケー、右側だけど。あ、違う、オッケー。はい、打つ。あ、すごい、なんかドローボールでそう、それ。そう、ちょっとボール初チェンジだからね。とりあえずまっすぐ打ってみた。もういいじゃん。もういいんじゃない。あ、転がるくない。あ、そうでもない。どうなんだろう。まあまあ、ほら256ヤード、まあまあ飛ばすじゃん。まあまあね。私もボールチェンジね。ボールチェンジ、ボール、キングメーカー、キングメーカー、もう強そう。私もこのままでいく。このままでいく。うん、オッケー。打つ。もう強そう。強そうだね、このボール。引くね。はっ、完璧完璧。おお、これ飛んでんじゃない。結構大丈夫。林行っちゃわない。やめて。お、いいよ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 。イエイ、いいね。バンカー手前止まって270ヤード飛んでますね。飛ぶね。おー、ナイス。これどうしよう、押しちゃったら。プッシュ、プッシュ。引っ掛けるか。矢印に来れば大丈夫。はい。おー、イエーイ、ナイスバーディー。これだよ、これでニアピン対決。慣れてきたね。慣れてきた。うん。なんでん。引き分けです。引き分けです。よし、これちょっと考える時間あるよね。ピンに強いが勝ちだよ。はい。ちょっとさっきの反省を生かして、アイアンに変わった。着地位置を変えたら。いきます。さっき大きかったから。こんぐらいでしょ。はい。よし。いいんじゃない？今回は。うまい。お、お、ちょっと待ってよ。え、待って待って待って。なんかそのボールめっちゃ跳ねる。ねえ。今良かったんだけど。良かったよね。よかったん。てかしかも登ってんのにこんなに来ちゃった。登ってんの。よく転がるボールなんじゃん、タイタン。多分、あ、風1メートルあるよ。フォロー？うん。ちょっとでも学習してめっちゃ下げたっしょ。いや、もともとちょっと打ちすぎだと思ったけどね、私は。ほんと？でね、ちょっと右側から攻めるかな。またスライスかけんの？うん。これは適当に打つ。こんぐらいでしょ。やっぱちょっと弱いとバンカー行っちゃうから。お、いいんじゃない。どや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 。ドローじゃない。どや、あ、お、お、あ、止まって。ちょっと。おお、そんなに近くないけど。
意外と飛んだ、意外と飛んだ。でもさ、チュンちゃんの方さ、ポンポンじゃない、うん、そっちがピョーンって感じだったね。ピョーン、ピョン、ピョン、ピョンみたいな。負けるわ、ニアピン。なんで結構今は真剣に、真剣にやったんだけど。じゅんちゃんの勝利でーす。なんかあれだね、普通のリモードと変わんないね、うん、ご勝負していくところが一緒なのかな。一緒なのかもね、うん、結果イメージ湧きやすいんじゃん。うん、そうかも、うん、お互い、うん、イメージ湧きやすいね。はい、以上、はい、今回は、まあ、ボールを選んで、うん、ニアピン、うん、まあ、コースではベタピンの対決をやって、うん、コースでもじゅんちゃん勝って、ゲームでもじゅんちゃん勝ちました。おめでとうございます。なんかさ、ちょっと嬉しいね、やっぱり、うん、やっぱり、やっぱりちょっとさ、うんうんとか言いながら顔がにやけちゃってさ、ずっと、うん、やっぱ追い込まれたもんね。追い込まれてた、やっぱ勝ちたかったし、ね、そうだよね、うん、超集中してやってた。まあまあ、これで一勝いっぱいってわけですよ。うん、そうだね、引き分けました。引き分けたね。まあさ、うちらさ、茶番やってる場合じゃないからさ、ここはさ、やっぱさ、来週勝負つけよう。 OK、 よし、次週対決勝負をつけたいと思います。皆さん、このゲームのアプリが気になったらぜひダウンロードしてみてください、はい、YouTube のチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ます、いきなり振らないでバイバーイ